はい、そうですね。これはやっぱりその出てくる子どもたちは本当に僕自身の子どもたちをモデルにしてます。で、まあやっぱり僕や僕の奥さんなんかも本当にモデルというか、本当にその実際にした会話とか、そういうようなことなんかも結構こう映画の中に登場させていますし、ひいおじいちゃんが出てきますけども、そのひいおじいちゃんも実際にああいうような体験をした人だったり実はするんですね。で、この映画の作るきっかけっていうのはやっぱりね、自分が小さい子供と一緒に暮らしてて、それまでその子供と一緒に暮らすっていうのは僕はすごく大変で、面倒くさくて義務を背負わされて、厄介で自分の時間がなくなってっていう、それでも我慢してやらなきゃいけないっていう、そんな風に思っていたんですけども、いざ小さい子供と一緒に過ごしてみるとですね、まあもちろん今言ったことは確かにそうなんですけど、それ以上にものすごくこう幸せなんですよね。なんか小さい子と一緒に生活するってこんなに何かこう自分のこう幸せ感っていうものがもう気持ちが満たされるようなふうになるんだっていうふうなことを思ってすごくびっくりしました。で、そういった気持ちを映画としてどうやって表現するかっていうのを考えながらこの作品を作ったんです。まあ逆にこのヨーロッパから見ると、日本社会っていうのはとってもこう古めかしい社会のように見えるようですね。例えば、お父さんが外に働き出て、お母さんが家で家事と、育児をしてるみたいな。でもやっぱりそれが徐々に変わりつつあると思います。少なくともそれは僕の身の回りではやっぱりそういうふうな家族が増えてる。例えば、お父さんがこう抱っこひもっていうのをこうしてるのってね、狼子供を舐めて雪を作った6年前はすごく目立っていたんですよ。で、ところが今っていうのは全然目立たなくなったんですよ。なぜかっていうと、そういう人が増えたから、当たり前になってきたから。で、この映画で描かれてるような夫婦がそんな日本の社会の中でものすごく多いわけではないです。まだ、ああいうふうにしてる人が増え始めたっていうのに過ぎないと思いますけども、それでもだんだんこう社会が変わっていくってことを表していると思うんですよね。ああ、でもどうなんでしょうね。でもどうなんでしょう。斉藤さんどうなんでしょうね。でもね、あんまりね、そういうことはあんまりこう聞く前にもうこのね、ワールドツアーっていうかな、世界各国の、プロモーションに出ちゃったので、まあ帰ったら聞こうと思いますけどね、もうね、夏からね、アジアツアー、この映画の世界96カ国で公開されているので、日本の公開が終わったら即この台湾や香港や、タイに行って、またさらにヨーロッパも行って、まあとにかくいろんな国に行ってるので、まあでもね、やっぱりこうそのやっぱりこう4歳の男の子が主人公なので、割と子供のね、映画、可愛らしい映画かと思ってみたら、すごくこう何て言うか人生についての映画だっていうふうな風に感じて、すごくそれはだから面白いと思ったっていう風な人の感想を聞くとすごい嬉しいですね。で、日本では夏休み映画として公開されて、すごくたくさんの人に見てもらいました。200万人以上の人に見てもらいました。そうですね。でもやっぱりこう僕自身はですね、やっぱりその今までにない新しい映画を作る監督でありたいと常に思っています。っていうのは、アニメーション映画っていうのはこうやっぱりこう一種こう子供のためのものであるとか、もしくはこうアニメの好きな人のためのものであるってことを言われがちなんですよ。で、アニメーションの可能性っていうのはそうじゃなくて、僕が思うにはもっとそういう子供のものや、好きな人のためのものってものを超えて、もっとこう世界中のいろんな人と気持ちを共有できるような、そういう可能性を持つ、表現方法だと思うんですね。だから、以前その母親が子供を育てるっていう映画、狼子供と雨の雪って映画を作りましたけども、
映画史の中ではですね、母親の映画ってほとんどないんですよね。例えばもしくは今回みたいに、4歳の男の子が主人公の映画を作る上でも、これはもう世界の映画史の中で最も若い、主人公の、映画なのではないかと思います。そして子どもの視点から世界がどう見えるかってことについての映画っていうのは、やっぱり世界に絶対必要な映画だと思うんですよね。うん、そうですね。僕の中で結構ファンタジー寄りなのは、まあ、化け物の子っていう、その、化け物の、剣士と、10歳の少年が、まあ、疑似家族的になるっていうお話ですけども、それは結構やっぱり化け物世界での出来事が多いんで、結構ファンタジー色は強いですよね。で、これからももっと、もっとさらにファンタジー色の強い作品を作る可能性もあると思いますけど、でもやっぱりファンタジーを描くにしても、やっぱりそれはその現実を反映したようなものを描くことになるんじゃないんでしょうか。僕は思うんですけどね、歴史ものなんかも、やっぱりこう現代がどうであるかってことの写し鏡だと思うんですよね。やっぱりその結局歴史ものを描いても結局現代劇になる、ファンタジーを描いてもやはりそれはどこか現実の反映であるっていうふうに僕は思って作ろうと思います。